さあエンンディングでございます、えー、今日からですね、ちょっとね、えー、番組の最後にですね、ちょっとこう、プッシュしたい曲をご紹介していきたいなと思います、今日からね。で、何かというと、実はね、あの宇和島出身の歌手の方がですね、えー、CD を出していらっしゃいまして、で、まあ、そのプロデューサーをやってる方がですね、なんと、あの皆さん覚えてますけど、ね、サンダルバッジさん。はい赤松国 ゆきさんねえー、がいらっしゃるんですけどこの方もあの宇和島吉田町出身でで実はこの赤松さんですね、まあ、あの僕のところの使ってるガソリンスタンドの,あのオーナーの息子さんなんですよねでいつもねああごさつさせてもらってるんですけどお世話になっておりますで、えー、お父さんがねこれうちの息子がプロデュースしたやつなんですけどっていう話もあったんで聞いてみたんですよ でこの,あの歌ってる曲の歌手の方はね上家美恵さんという方でこの方も宇和島出身ということで聞いたらねいけるんですよ。これは特にねあのうち特撮専門店でございますのであのなんかこのそれにぴったりの曲あるのかなとかと思ったんですけどこれね何曲目かに入っている「ヘッドライト」という曲がね非常にね いいんですよ。ちょっとジャージーな感じなんですけど、えー、ちょっとしばらくこの曲ね、プッシュして、かけていきたいなと思います。それからお知らせでございます。来週はですね、生放送となりますので、えー、200回記念、ね、ね、えー、特別なものも用意しておきますので、ぜひお楽しみをということでございますね。Okay、そう、thank you very much。And then this singer is actually f r originally m the o from the, the Uwajima city.And then、uh, we're gonna push that this song for the every week for a while.So hope you enjoyed this one.Alright?So here's the song. It's Joke Mie from the album Goodbye Today, and the song is Headlight and Take It Away. See you next week.